はい、皆さんこんにちは。ただたまんの一人暮らしレシピへようこそ。花粉が飛び始めて一月ほど経ったわけですが、皆さん調子はどうでしょうか。今回は私がやっている花粉症対策を紹介します。レシピというほどのものはありません。仕事環境も変わったので一概にこれが効いたっていう話ではないんですが、この納豆ですね、この納豆を食べることによって今年は随分楽になったと思います。しかしこれは納豆として見た場合、糸の引き加減もいまいちだし、旨味が少ないような気がします。ではどうやって食べているのかっていうのを紹介します。材料はニラとネギ、ニンニク、卵と醤油です。まず納豆だけを混ぜます。いまいち糸が出ません。タレとからしを入れると多少いい感じになります。これにですね、ニラとニンニクとネギを加えます。ニラは最初に納豆を食べ始めた時にたまたまあったんで入れてみたら、まあ翌日調子が良かったと。それでまあ継続して入れているだけなので花粉症への効果は分かりません。醤油と卵を加えて出来上がりです。でこれをご飯にかけて食べるんですが、ご飯がちょっと茶色いのが分かるかと思うんですが、これは玄米が6割入ってるからです。で玄米を食べたからといって花粉症に効くかと言われるとそんなことは分かりません。それから発酵食品がいいんじゃないかということで漬物を2種類以上食べてます。これだけで立派な朝ごはんです。食べた直後から花粉症の症状は治まるんですが、朝だけ食べていると遅く起きた日は起きた直後から調子が悪いようなので24時間は効かないと思います。はい、ではここで私の花粉症レベルと食べた納豆の数グラフにしてみましたんで見てみましょう。赤い線が花粉症レベルで、私が勝手に5段階評価したものです。数字が高いほど症状が重かったということです。オレンジの棒グラフが食べた納豆の数ですね。思い出しながら作ったので1週間以上前のデータについては捏造したと言われてもしょうがないんですが、花粉症がひどかった日は覚えてるので大体合ってると思います。ひどかったのは3月21日の雪が降った日の前後ですね。花粉が多い日や少ない日、ストレスとか精神状態も関係あるでしょうから、このグラフが全てではないですが今んとこ調子いいです。さてこのグラフの下の欄を見てください。特にこれを食べたというのを書いてあるんですが、パンも時々食べる分には問題ないでようですが、3食のうち1食をパンだけで済ませてしまうという日をですね、3日も連続してやってしまうと、なんかちょっと影響あったんじゃないのっていう気もします。山崎春のパン祭りのシーズンなので、これは痛い現象です。もちろんたまたま気温が下がったのでその影響が大きかったんじゃないかとも思います。まあ、それ以外にですね、揚げ物とかカップラーメン、明太子、回転寿司、あと焼き魚とかも平気でしたね。とりあえず今年はこのすごい納豆を食べていれば案外収まっているという話でした。もちろん、おかめ納豆さんの回し物ではございません。はい、では次にですね、ここを見てください。洗濯をしているわけですが、部屋干しをしてます。まあ皆さん花粉がつかないように部屋の中に干すっていう手もあるかと思うんですが、まあその翌日私は調子が悪くなりました。で、そういえば私はハウスダストアレルギーもあった。これって花粉とダブルパンチじゃないかと思い掃除をしたんですね。やったことはまず布団カバーとカーテンの洗濯です。色の濃いものを洗濯するとわかるんですが、普通に洗濯しただけでは毛ぼこりって落ちきらないですね。そこでまず一度普通に洗濯を1サイクルして、その後
もう一度すすぎと脱水をしました。これで結構ホコリが取れます。洗濯の時に注水すすぎをするのも手かと思います。次に部屋と布団の掃除機がけです。花粉が入らないように締め切ってやったので空気清浄機2台あるんですが、両方ともフルパワーで動かします。マスクをして掃除機がけをするんですが、普通の使い捨てマスクの上からホームセンターとかで売ってる粉塵用のマスクをつけます。こうすると顔とマスクが密着して隙間ができなくなります。息苦しい上に暑いですけどね、我慢です。そんなこんなで部屋がきれいになるとだいぶ楽になります。あとですね、家についているあの通気口ですね、ここにフィルターをつけます。このフィルターは台所の換気扇用のフィルターなので、まあ、気休めかもしれませんが、とりあえずつけてみます。それからですね、発症した時はこちらのイオンの力で花粉の侵入を防ぐという商品を使ってます。これは割と効きますね。あとカルピスのこの乳酸菌ですね、これはもう数年飲んでますね。はい、では今回のポイントです。まずその1、すごい納豆を食べる。そしてその2、部屋の掃除をする。以上です。